説明をしよう。ザイレムは今宇宙空間との境目、カーマンラインのちょっと内側にいる。アーキバスはルビコンの封鎖システムをまだ完全には掌握できてない。衛星砲を使えない以上、ここらが企業勢力の最終防衛ラインということさ。連中の妖撃艦隊との空戦になるが、勝算がないわけじゃない。この中域にはアイビスの火以来大量の残留コーラルが漂ってる。その流れに飛び込めば無尽蔵のエネルギーが得られるはずだ。頼んだよビジター、ここを突破すればバスキュラープラントは目の前だ。いよいよ大詰めだ。来たか、戦友。やはり君は。